本堂じゃないの、本堂だったらビビるよね。本堂だね、行こう。せめてエスカレーターぐらいあればね。エスカレーターあるけど。ゆえって。やってまいりました。江ノ島です。これから江ノ島神社に行きます。みんなあれだからね、タウチと江ノ島デートナウに使っていいからね。誰が使うんだろうね。俺のここ空いてるから。いつ埋まるんだろうね。本堂行く前にちょっと寄り道しましょう。何がね、安心ってね、登ったらすぐあの駐在所あったから。自首するには持ってこいです。そうオーシャンビュー。海っていいね。海っていいっすね。ガクトン家にありそうだよね。行ったことないけど、見たこともないけど。よいしょ。俺平成9年生まれなんで男性翻訳やないか。翻訳ですね。でも俺恋みくじでプラメイゼロになったから。翻訳だからかちょっと顔が大きくなって。元から見てみ。大きい大きい大きい、すごい。絶対今視聴者チャンネル変えたぞ。気分を害して。ああ、顔大きいとか言われてるのに腹立った。あれ、これはまた洗わないか。ちょっとまた汚い手洗ってもらっていいですか。だいぶかじかみ方すごいのよね。本当は顔も洗ってほしいんですけど。やつび持ってこい。水がかわいそう。カメラぶっ壊すぞ。泣いてますね。やす子に謝れ。息子さん、こんな恥ずかしい子に育っちゃいました。お前はどの目線で言いよんねん。ただでさえクリームパンの手なのに。来たよ。すごいね。やっぱ本殿で参ろう。おみくじあるやん。鶴岡八幡宮でちょっとおみくじ引けなかったんで、今日は絶対引くよ。ここ多分本堂じゃないので、もうちょっと上の方まで。本堂じゃないので、本堂だったらビビるよね。本堂だね、行こう。なんかもうちょっと上ありそうな雰囲気醸し出してるけどね。いや、まあ見てみよう。見てみようか。本堂な気がするけど見てみよう。エレベーターとか。エレベーターはねえか。せめてエスカレーターぐらいあればね。エスカレーターあるけどね。ゆえってね、よエスカーって書いてある。お花畑行こうや、せっかくやし。お前ごときがやめろ。お前いろんな花が咲いてるよ。皆さんもご存知の通り、何も調べてきてないの。だって監督が調べんでいいって言ったでしょ。調べんでいいよって言ったら、分かりました。爆睡こいたよね。そしたら朝6時ぐらいに叩き起こされて、朝日行くよ。寒いのに、もっそ寒いのに。もう業務用の温度やったもんね。あれ、さっきの海カットでいい？こっちの方がいいかもよ。江ノ島は統一してバイクの音はすごいよね。やっぱ湘南爆走族っていう漫画があるぐらいやもんね。もうちょっと上がありそうなんで上に行ってみよう。エスカー乗るぞ。エスカーエスカーに行くよ。エスカーに。もう俺はちょっと階段死んだから。エスカー乗りますか。じゃあエスカー乗ろう。関東三大イルミネーション。あ、すごいね。エスカー、あれあれ、ちょ待って、おい先生よ。んエスカーに乗るんでしょ。エスカーに乗るよ。行くからね、俺ちゃん先にね。おい、ついてきてる。エスカーね、もう階段なんてものはね、なくなればいいと思う。エスカー使うんやろ。3度目の正直って言葉がありますから。もう、ま、次はね、乗るからね。もう乗らんといかんけ。待てって早いねよ、ボケが。エスカーの前に立ってる女性が俺らのこと見て、あいつらやばいんちゃんって思ってるから。絶対あ、おみくじ引いてないね。次は本堂だから、そこで引こう。これだけは忘れちゃダメよ。だからさ、忘れそうになったら言ってね。手形。エスカー。歌舞伎。エスカーじゃない。エスカー創設者ってどこにも書いてないやろ。じゃあここでお参りを。ありがとうございました。エスカー、エスカー、絶対エスカー。綺麗に映ってた。腕、抹茶ラテ、甘酒、スタバの折り方。ムカつく。あ、ちょっと顔ちっちゃくなったよ。本当？あ、でけえわ。死ね。